Design your fantastic future. Design your fantastic future. One step beyond. One step beyond. Supported by Moderna Japan.皆さんこんばんは、ファンタスティックスフロムエグザイトライブのボーカル中島颯太です。そしてはいこんばんは、 FM802 DJ の大貫拓人です。颯太くんお久しぶりでございます。お久しぶりです。だって前もう1年以上前になりますけど、はい、バトル部東京の時にね、はい、もうぐっちゃぐちゃだったね。あれありましたね、あの大阪4人組そうそう、あのそれぞれのグループから1人代表していくっていう、はい、そうそう、ありましたね。その中でやっぱり一番はい明るいキャラっていうか、もちろんもうミスターポジティブ。ああはい。そんな感じですよね。もうずっとそうですね。ちっちゃい頃から。そうなんだ。本当にポジティブすぎて、うん、みんなからもうびっくりされて、ちょっと惹かれるぐらいポジティブなんですよ。それグループの中でもやっぱり特段。特段ですね。そうだよね。はい。でもファンタスティックスの中では、はい、まあ颯太君って年齢的に言うと一番最年少ですね。最年少なんだね。はい、でもその中でこう一番明るく、うん、まあ、グループをこう照らし、うん、いやいやいやっていう僕勝手なこういうイメージなんだけど、はい、怖いもの知らず感がありましてそれこそやっぱ関西人っていうところもあって、突っ込むとか、そうね、もうバンバン言うところが、うん、あと人といるのがすごい好きなので、メンバーといるとこのテンションが上がっちゃうので、そうね、常にこうもう本当に学生時代から落ち込んでるとか。不機嫌のとこ見たことないって言われるんですよ、ずっとこのメンバーにも最近もずっと言われるんですけど、自分でもやっぱそうなのかなって思い始めましたね最近。いいよね、はい、今夜はですね、はい、スペシャルプログラムです、うん、デザインはファンタスティックフューチャーワンステップビヨンドサポーテッドバイモデルナジャパンです、はい、で今月からこの音楽を通じて人々に希望を届けるプロジェクト、はい、そのモデルナミーツミュージックがスタートで、そのアンバサダーを務めるのが僕中島颯太でございます。そうなんです、ありがとうございます。颯太くんでございます、よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、本当にこう歌手になりたいとかアーティストになりたいと思ったのも、たくさんの方にこう希望だったりとか夢を届けたいっていうのが一番にあったので、そこで今回この自分の大好きな音楽と、そしてこういう言葉で皆さんと共に明るい未来に向かってつながっていけるっていうのは本当に嬉しく思いますし、ありがたいなと思います。そうだよね、はい。この2022年もね、もうあと1ヶ月と少しだし、はい、それこそまあ今年はね、リスナーのあなたにとってもどんな1年だったのかってやっぱり気になりますよね、やっぱね。そうですね、まあここ数年僕たちもそうですけども、うん、こう誰もが足を止めて思うようにいかない時期もあったじゃないですか、はい、そこから少しずつ状況は変化して未来に向けて着実に動き始めてると思いますし、うん、まあ今日はそんな未来に向けてこう番組をお届けしていきたいなと思います。そうですね、はい、あの本当に、まあ、ファンタスティックスとしても、うん、まあ、この数年間は、はい、だけどしっかり動いて、うん、前向いてこうアクションを起こしてきたってい う、まあ、 そうですね、そんな年だったでしょ。やっぱりもう思いっきりそうでしたね、うん、やっぱりこう逆にこう自分たちのこうエンターテインメントっていうものがどういうつながり方をするのかって模索しながらも挑戦した年だったんじゃないかなと思いますね。そうだよね、うん、まあ、新しいことを踏み出したっていうのは、うん、まあ、本当に颯太君はじめ、まあ、メンバーみんなそうだったのかなと思うんですけどもね、はい、そこでまあ今年未来のためにあなたが踏み出したことは何でしょうか。メッセージお待ちしています、はい、番組リクエストフォームからはもちろんですが、 SNS だと、カタカナでマイで漢字で未来でマイ未来でこれでいきましょうね、はい、マイ未来の発信をお願いします。であなたにとっての応援歌のリクエストも添えてお送りください。参加してくれた方の中から抽選で、この番組限定グッズがありまして、はい、ステンレスマグね。これね、可愛いんですよ。これいいよね。これめちゃくちゃデザインも可愛くて、うん、ステンレスなのでずっとね、冷たく飲めるとか。あったかいやつもそうだしね。そうですね、番組のダイアリーにアップしてるんで、ぜひチェックしてみてください、はい、じゃあもう早速スタートしたいと思うんですけど、はい、デザイン Your Fantastic Future、オープニングナンバーはですね、ズーさんからそしてエグザイルさんへと歌い継がれてきた名曲をですね、うん、今回僕たちがカバーさせていただいたんですけども、これいいよ。これは、うん、あの自分たちもすっごい光栄ですね。そうだよね、まあ、光栄ですし嬉しい半分やっぱ、うん、責任感もやっぱあるじゃないですか。確かにズーさんそしてエグザイルさんってしかも誰もが知ってる曲を、まあ、ヒロさんから直接もう次ファンタにも託したから、ちょっとこれすごいことだね。ありがたいですね本当に。あ、そうなんだ。で今回はカメラ誠司さんに編曲していただいて、うん、バンド感というか、うん、生感もたくさんめちゃくちゃおしゃれにかっこよくファンタらしいっていうのも入れていただいたので、そこにこう雄星くんと僕のその声を乗せて、うん、あとラストサビはですね、うん、アウトロか
ラララララってあるんですけど、あれパフォーマー全員もレコーディングして、もうみんなの声が入ってるっていう、なんかファンタスティックスの思いが込められた一曲になったなと思います。これ厚さんから指導とかないんですか？あの昔チューチュートレインを歌わせていただく機会があったんですよ、うん、その時に裏拍を感じて、うん、あとこうダンサーが踊りたいって思えるような歌を歌うことがこの曲は一番大事だっていう直接言っていただきました、ね、すごいねそれ。だからそこをめちゃくちゃ意識しましたし、うん、何回もこう撮り直したりこっちじゃないかなとかやって、芯にあるこう夢とか希望を持った力強さは出したいなと思って歌いましたね。じゃあそこのパートもぜひ皆さん聴いてください、はい、ファンタスティックス from Exalt Love でチューチュートレイン。Design your fantastic future one step beyond. Supported by Moderna Japan. Fantastic from Exalt Love のボーカル中島聡太と、はい、DJ の大貫拓斗がお送りしていますスペシャルプログラム Design your fantastic future one step beyond. Supported by Moderna Japan. はい。今日はいろんなね業界の方々からもお声をいただいてるんですね。おお。Let's imagine an exciting future together.映画監督の川瀬直美です。中島聡太くん、大貫拓斗さん、こんばんは。私が今年未来のために一歩踏み出したことというと、10年ほど前から奈良国際映画祭というのを始めているんですけれども、皆さんご存知ですか？平城遷都1300年という、遷都くんっていうのはあのご存知かとは思うんですけれども、あれが生まれた年は、奈良に都ができて1300年経った時だったんですね。そこを第1回目にして、私は奈良国際映画祭をオーガナイズしているんですけれども、12年経ったんですね。で、12年っていうのは一回りしている干支がねというような意味でも、その未来のために一歩踏み出すっていうような意味で、今回はスターティングウィズゼロというふうに題しました。で、若い世代の人たちがその自分たちが主体になってこの映画で未来をこうつないでいくっていうような、そういうことを始めてみました。若い世代の人たちがちゃんと自分ごととしてこの奈良に根ざし、そしてここから世界に、扉がもう世界に直結していると、そういうことをちゃんと実感してもらって、次世代を担う子どもたちの、まあ、プロジェクトっていうのを始めました。奈良国際映画祭 for youth 2022というふうに題して、これは彼らが運営をしたんですね。私たちのその、ユースのプロジェクトっていうのは3部門に実は分かれていて、一つは映画を作るということ、それから二つ目は映画を見て審査するということ、それから三つ目は映画を宣伝するということなんですね。だからこの三本柱が揃って映画というのはお客様に届くということを実感していくということなので、まあ総勢ですね30名ほどのユースの子たちがこのプロジェクトに関わっていただきました。これからどんどんですねこの子たちが、まあ中学生だった子が高校生になり、そして大学生になるっていうふうに続けてきているので、この大学生になった子たちがこれから、そうですね、このユースの子たちをサポートする、うん、プロジェクトリーダーみたいな風な感じでまたそこを運営していくというような、このサイクルができていくっていうことが未来のために一歩踏み出した私自身の活動です。まあこういうふうに実施して、そして、未来を思うときに12年に1回のサイクルっていうのはなんかいいなと思いました。私自身が今50過ぎなので、そこから10に引くとやっぱり主体になってるのが40代、それからそこからまた10に引くと、まあ20代後半が次の世代、そしてそこから10に引くとこのユース世代っていう風になるんですね。こうやってなんかこうマイルストーンのように、時間をこう区切っていくっていうことで、毎回毎回スターティングゼロっていう風にすると、何かあの大切なものは受け継がれながら、その次の世代の子たちがその次の世代の空気感の中で新しいことを作ってくれる、こういう風な未来を描きました。Design Your Fantastic Future、 映画監督川瀬直美でした。川瀬直美監督からメッセージをいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。まあでもすごい、次の世代にこう受け継いで、ハンドオーバーしていくっていうのが、まず未来のために川瀬さんが踏み出されたことっていう話でもありましたね。素敵ですね。こう若いうちから挑戦とか、まあいわゆる失敗じゃないですけども、こう挑戦して、あ、こっちだったかって思うことも大事ですし、あと新しい
こう考えとかアイデアとかもバンバン出るんだろうなと思うと、なんかワクワクしますよね。そうですよね、うん、まあ、それこそソダ君、はい、まあまあ、所属するその、ね、事務所もやっぱりエグザイルという、はい、まあ、まず最初に大きな、うん、そして、まあ、その世界をクリエイトしてきた、そうですね、偉大なる存在の人たちがやっぱりいて間違いないです、ね、はい、でそこから、まあ、本当に三代目はじめ脈々とこう受け継がれてきて、はい、で自分たち の, そのファンタスティックスの色をやっぱり出して、はい、次のこう、ね、音楽の世界で自分たちをこうどう PR するかってことは常に考えてるでしょうしね。そうですね、うん、まあ、From Exile Tribe っていうのがやっぱり一番すごい、うん、強いというか、なんかエグザイルトライブの中でもいろんな種類がいて、でも中の根本にエグザイル魂ってものがあってみたいな、変わらずに変わりっていくみたいな、なんか変わらないものは変わらないけどもどんどん変わっていくみたいなところがやっぱ LDH のモットーでもあるので、うん、なんかすごいそれと似てるような感じがして、そうだね、嬉しいですね。そうですよね、ありがとうございました。ありがとうございました。では番組にいただいているメッセージも紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、メッセージを読んだ方には全員に番組限定グッズステンレスマグをプレゼントします、はい、ということで、まずはですね、大阪府、ラジオネームポエムさん。私が今年未来のために一歩踏み出したことは就職活動です。私は今大学3回生で建築や空間デザインの勉強をしています。正直将来の夢があまり定まっておらず困っている中、大きな夢に向かって進むという思いが込められているファンファンプロジェクトを通して、大好きなファンタスティックスのパフォーマンス、ソータ君の歌声を聞いて、大学で学んだことを生かして自分の手で素敵な空間を作り上げ、たくさんの人の暮らしを、明るくして、そしてファンタスティックスの皆さんのようにたくさんの人を笑顔にしたいという思いを持つようになりました、うん、将来何がしたいか分からなくなっていた私にとってはこれが未来のために一歩踏み出したことだなと感じています。いやー、ありがたいです ね。なんか本当にファンファンプロジェクトっていうものをこう公表するのかしないのかって一回考えた鍵があって、なんか基本夢はあるじゃないですか、うん、こうグループとして大きなステージに立ちたいとか、ちゃんと言葉としてタイトルとしてみんなに発表することで一緒に進んでくれる感じがするんじゃないかっていうのがあったんで、今回プロジェクトとして言ったっていうのが、こうつながっていただけると、うん、実際お声いただくと本当に嬉しいですし、そうだね、なんかそれがたくさんの人の暮らしを明るくしてっていう、自分が誰かのためにっていう言葉が書いてて、うん、すごい嬉しいですね。いいよね、うん、この就職活動ってば大きなね、人生のターニングポイントだと思うけど、はい、まあ、目標をしっかり持って、挑まれてるっていうかね、それがまあ人のために、それも笑顔にしたいからっていうのはいいなと思うし、あの曽田君だって、はい、ね、いわゆる進学校行ってたわけじゃない。そうです ね, ね、中高大のところ。そうだよね、はい、でもあれ大学進学のタイミングがオーディションだったんじゃなかったっけ。そうですね、うん、高校の時に大学の受験を受けないといけない入試があって、でその日とオーディションの三次審査が被ったっていう。そうだね、はい、で本当にどっちかを取らないといけないって人生の中で、うわ、でその大学に行くためにやっぱ小学校めちゃくちゃ勉強して中学受験をして入ったんですけど、そうですね、でも夢はやっぱアーティストになりたいと思ったのがあったので、うん、でもオーディションまだその三次審査なんで、うん、それ受かったところでまだなれるかどうか決まってないんですよ。だから落ちた場合は大学も蹴ったし、オーディション行ったけどオーディション落ちたしっていう何も残らない状態だったんですよ。けど親はその自分が信じてるのは行った方がいいと後押ししてもらって、で根本的にそのポジティブっていうのがあるんで僕の親もすんごいポジティブなんですよ。でもう謎の根拠で全員が行けるって思ってて、で自分ももう絶対ファンタスティックスになると思ってて、なのでこうそのままオーディションに行ったんですけど、すごいね、まさか本当になると思ってないですしいやでもすごいな、うん、本当に大きなターニングポイントでそっちだってもう、うん、あったのね。もう絶対にファンタスティックスに入りたいんだって入りたいと思ってましたし、なんか入るのがゴールじゃなかったんですよ僕。その受かった時にファンタをこうしたいとかまで思ってたんです僕。あ、そうなんだ。先にファンタがこういうグループになったらいいなとか先のこと考えてたら、例えばその受かることがもう通過点になったりとか、はあ、目標がもう進むことになるんじゃないかなと思ってたぐらい考えてたので緊張したんですけど、はあ、もう力強くもう届けたいんですの思いでヒロさんの前で歌ったのが
できなかったのかなと思いますね。そういうことやな。だからその人のためというか、自分はもちろんファンタスティックスのメンバーになりたいんだけど、うん、このグループをこうしたいやっていうのがあったよね。あとこのグループになればたくさんの人に届けられるし、はあ、声も届けられるし言葉も届けられるっていうのを考えた時に、すごいね。やばかったです、その時。だってあの文化祭で全くオーディションもないのに、うん、全校生徒の前でその歌手になりますって言ったんですよ。言ったよ。言ってもうみんなの幸せつかみたいですみたいなことを言って、すごいね。いや、あの時自分今思えばすごいことしてるなと思うんですけど、でもやっぱそれぐらい力強い意志っていうのが本当に結果につながってくると思うので、だからそれこそ空間デザインとか建築したいってことを一個目標にしてるので強いんじゃないかなと思いますね。そういうことですね、うん。いや、これツイッターネーム琴音さんのメッセージいきますね。はい、お願いします。私は小学校の頃から小学校の先生になりたいという夢を持ち、前未来を描いてきました。はい、今年大学4年生になって、なかなか勉強漬けの毎日、そして面接や模擬授業の試験、まあ連日練習もあったりして大変なんです、うん、なりたいだけじゃあかんのか、諦めようかなと思ったこともありました、うんうんうん、ですがやっぱり小学校の時から描いていた夢、これを叶えなくちゃいけないという強い気持ちで諦めず頑張り、2ヶ月の試験に戦い、無事切符をつかむことができました。おめでとうございます。すごい、いやすごいですね。いいね、諦めなかったのこの人もね。学校の先生っていうのもなんか素敵ですよね。いっぱい教えて、その子供たちがどんどんこう育っていった時に、将来先生に言いに来てくれた時の顔とか想像するとすごい嬉しいんだろうなって思いますね。そうだよね、うん、僕の親が、お母さんが昔幼稚園の先生と小学校の先生をやってたとかがあって、だからその時の寄せ書きとか今でも撮ってあるのを見て、うん、なんか笑顔になってるのを見るとやっぱその繋がってる感じがするんで、やっぱこの夢っていうのは繋がるもんだなって感じますけどね。ですね、うん、それではもう一つ行きましょうか。はい、行きます、はい、大阪府のラジオネーム中村さん、私が未来のために一歩踏み出したことはすごく小さなことなんですが、字をきれいに書く練習です。 お祝いの席や仕事の書類に手書きで記入するときに、なんだか子供っぽい文字でと感じることが何度かありました。そこで本屋さんで簡単なボールペン字練習帳を買って1日1ページこなしています。すごい。字をきれいに書けるようになることで自分の気分も上がります。職場ではちょうど先輩と後輩の間くらいの年齢に差し掛かってきたので、後輩には負けないように、先輩には追いつくように仕事をバリバリこなしていくぞというのが来年の目標です。ということで、ですね、なんかこの積み重ねの感じですよね。そうね、字の練習1日1ページこなしていますって。でもやっぱ毎日するって結構難しいですよね、続けるって。確かになかなかの気持ちがないと。うん、ということでこの方のリクエストにお答えしたいと思います。うん、大阪府、ラジオネーム中村さんにとっての応援歌はエメワン。Design your fantastic future one step beyond. Supported by モデルナジャパン。スペシャルプログラム Design your fantastic future one step beyond supported by モデルナジャパン。この時間はファンタスティックスフロムエグザイルライブの中島聡太と、はい、DJ の大貫拓人がお送りしています。さあ、先ほどは映画監督川瀬直美さんからのメッセージでしたが、はい、続いてもね、まあいろんな業界の方からお声をいただいてまして。すごいですね。そうなんですよ、はい、続いてはね、非常に関西ゆかりのあるこちらでございます。 Let's imagine an exciting future together. こんばんは、神戸ルミナリエ組織委員会事務局の本田雅也です。今年未来のために一歩踏み出したことというと、神戸ルミナリエ再開に向けた取り組みです。神戸ルミナリエは1995年に発生した阪神淡路大震災犠牲者への鎮魂と大震災の記憶を後世に語り継ぐ目的で毎年12月に神戸で開催してきました。2019年まで25年連続で開催してきたんですけれども、2020年と2021年は中止となり代替事業を実施しました。まあ、いろんな方が神戸ルミナリエにお越しになります。点灯の瞬間に手を合わせて祈りを捧げている方であるとか、本当にルミナリエの作品を楽しんでいる方がいらっしゃって、まあ、そういった点灯の瞬間を見るのが私自身すごい楽しみで、この事業に携わってきてよかったなと思える瞬間なんですが、まあ、残念ながら昨今の状況を鑑みて今年は中止になったということで、2022年は神戸ルミナリエプレゼンツカッサルモニカ音楽の宝箱という事業を実施します。
例年神戸ルミナリエのメイン作品の一つとして華やかに会場を彩る作品カッサルモニカというルミナリエ作品を神戸市役所南側の東遊園地に展示して作品内をコンサートステージとすることでルミナリエの作品の光と音楽を楽しんでいただくようなイベントになっております。ぜひこのルミナリエ作品と音楽を楽しんでいただいて来年に向けたイベントになればなというふうに思っています。中島聡太さん、ぜひ神戸にお越しいただいた際はこのルミナリエお越しいただければというふうに思います。よろしくお願いします。デザインユアファンタスティックフューチャー、神戸ルミナリエ組織委員会事務局本田正也でした。はい、神戸ルミナリエ組織委員会事務局本田正也さんからメッセージでありました。ありがとうございます。聡太くんはどうですか、はい、神戸ルミナリエは知ってます？いや、もちろん、しかも行ってましたね。あ、そうですか。いや、もちろん行ってましたよ。ほならもう三宮の駅歩いてから、はい、ずっとこうあのルミナリエの光に包まれて、うん、間違いなくめちゃくちゃ覚えてますね。すっごい綺麗ですし、本当にこう気分が、しかもテンションも上がりますか、あの写真とかも撮ったりとかして、ね、めちゃくちゃもう本当あのすれ違いで友達と会ったりとかもしてました。あ、本当？はい、そこでおーみたいな感じでもありましたね。いいよね、うん。まあ、あの旧居留地のあの雰囲気と、はい、であのイルミネーションとっていうのは、うん、特別ですよね。そうですね。まあ少しずつね、あのまあルミナリエの元の形に戻れるように、はい、まあ来年なんかまたさらにすごいことになるのかなと思いますけどね。そうですね、うん、そうか。まああのルミナリエ、はい、そうね、神戸の人にとっても関西人にとっては特別かなと思いますね。そうですね。じゃあ続いてこのアーティストからもメッセージが届いています。こんばんは、10フィートのボーカルギターたくまです、僕が今年、未来のために一歩踏み出したことということなんですけども、これは京都大作戦っていうイベントを僕京都の宇治市でやってまして、野外ロックフェスティバルっていう形でやらさせてもらってるんですけれども、いろんなエンターテインメント、まあね、その街の飲食店さんもそうですけれども、あのそれぞれのまあ自粛であったりとか、その開催を見送ったり、お店はお休みしはったりとか、いろいろこうまあね、各その土地土地の行政とかいろいろまあルールとかあの指示があったりする時期もありましたけれども、まあだいぶそれがね1年以上経って、あの自分たちの判断でっていうところも増えてきたと思います。それぞれが工夫したりね、なるべくやっぱりみんなが安心して楽しめるように、安心して食べれるようにとか、そういうことを考えて取り組んだはると思うんですけれども、まあ、僕らもそういうふうにね、その自分たちの京都大作戦でのその飲食するスペースとか、ライブを観戦するスペース、前の方後ろの方、後ろの方になればなるほどやっぱりスペースも取れるから、その辺はもうちょっとこう規制はこういうふうに工夫しつつ緩くしてもいいんじゃないかとか、ずっとそういうことばっかり考えてるんですけれども、まあなんかそういうのね、お客さんからも意見が出る場面っていうのは、どの業種でもあると思うんですけれども、時にはね、手厳しく、強く言わなあかん時もあるとは思うんですけれども、やっぱりみんな楽しくなりたい、幸せになりたいに決まってるんで、誰もがその、やっぱり大成功とか、人々の幸せを願っている。要はポジティブに思っているっていうことを前提に、ね、なんかこう大げさな話、意地悪になったりとか、ネガティブなことばっかり言ったりとかじゃなくなっていけばいいなと思います。いろんなところで意見分かれたりあったと思うんですけど、それもその僕たちはみんな1年2年経験してきたことなんで、それが無駄にならないような未来がこれから待ってたらいいなと思いますんで、その討論になって言い合いになっても実りある言い合いになればいいなと思うし、なんかそこにリスペクトとか、愛とか、みんな幸せになる、良くなるようなことを願って言ってるに決まってるやろっていうところ、軸足、なんか購買数、公約数みたいなものを共有して話していけたらいいな。そんな未来が待ってたらいいなと思います。デザイン、Your Fantastic Future、10フィートのたくまでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ねえ。まあ、言ったらもうみんな仲良せよっていう、うん、まあ、彼よく MC で言うんですけど、はい、まあ、まさにもうそういうことかなと思いますね。うんうんうん、いや、どうですか今。いや、やっぱりアーティスト業っていうとこう一緒じゃないですか、同じ立場として、うん、本当にいろんな状況の時にアーティスト業がいるのかいらないのかっていう、いろんなこう
話し合いとかツイッターとかでもあったんですけど、うん、でもやっぱたくさんの方が笑顔になりたいし、それこそ野外フェスとかってやっぱ気持ちいいですし、うん、楽しいな、これが楽しいなって思えるような瞬間っていうのを少しずつどんどん明るい未来に向かって来てる感じがするので、そこはやっぱ届ける側も見に来る側も全員が全員こう楽しい気持ちとか思いやりを持つこととかがどんどんこうみんなにつながっていくんだなって、うん、まあ聞いてても考えてもそうだなって思いますけど、うん、まあ、大変な時期を乗り越えて、でも時は流れていくんだっていう、はい、10フィートのその一曲をじゃあお届けしましょう。10フィート Goes on。 Design your fantastic future one step beyond supported by モデルナジャパン。ファンタスティックスフロムエグザイトライブの中島聡太と、はい、DJ の大貫拓人です。さて中島聡太君は、はい、今年未来のために踏み出したことって何でしょう？あのプライベートのその趣味の部分と音楽部分が2個あるんですけど、趣味の部分で言うとあのゴルフ始めました。ゴルフ始めた、はい、へゴルフを始めまして、はい、後輩グループの正弘、砂田正弘と一緒にゴルフをやって、うん、めちゃくちゃハマりまして。あ、そうですか。なんかずっとできるじゃないですかゴルフって、確かにいろんな方とつながれますし、一緒にこう楽しんで一つの目標に向かってみたいなのが今からやって、なんか将来もずっと続けたいなっていう、あと健康的にもすごいいいですし。ああそうやな、始めましたね。あれすごい性格出るじゃない。はい、結構飛ばすんです、バーン行くんですか。アプローチの方が得意な、ね、アプローチ。あーそうですか、はい、あんな細かくこうやれんねんね、落ち着いてやれんねんね。やっぱ難しいですね。そうやね、どんだけやってもやっぱ失敗するし、けどうまくいく時もあるっていう、あの、ね、楽しい感じがやっぱゴルフにあるなって感じますよね。玉見とけ玉見とけ言われてもあー見て上か見てしまう時もあるしね。はい、大きい声でファーって言ってあの声だけ一丁前に出すんですよね僕たちやっぱ普段出してるんで声そこだけちょっとビブラットとかもかけちゃったりやるんですけども。あ、そういうのやってんねんね、はい、じゃあゴルフ、はい、ちなみにどれぐらいで回ってるんですか。もいやもう全然最近行けてなくて、うん、半年で100がベストスコアでした。あ、半年で、はい、初めて半年で 100行きました。すごいね。本当は100切りたかったんですけど切れずにギリギリ。はあ、はい、すごいわ。今どんどんやっぱ上手くなっていこうと思って動画とかも見てやってますけど。だちゃんとそう向上心あるな、すごいそうなんですか。好きなものがやっぱ多いですね。あと音楽面で言うと、音楽、はい、あの打ち込みっていうのを始めたんですよ。打ち込みって打ち込み、あの曲を作る、はい、作曲とかの部分になるんですけど、例えばこうベースラインとピアノ、このコードラインと、あとそのドラムっぽいところを打ち込んだりとかして、もう曲をこう仕上げていく作業みたいなのを挑戦してますね。あ、じゃあ曲を作ってるの、トラックを作ってる。そうです、今トラック勉強してて、あとそこに自分のトップラインを入れて、自分のこうメロディーラインと歌詞もちょっと勉強しながらやってて、そう、なんかそれをなんかファンタスティックスで出したいなと思ってやってますね。すごい。小吉くんとかまさに、まさにそうです ねトラック作るもんね。あの小吉さんがスタジオで作られてる時に、うん、次あの行かしてくださいって言った時にもういつでも来ていいよって言っていただいてるんで、なんかそれが楽しみで、どう作ってるんだろうとか。そうですよね、うん、いやそれこそアランさんとかは、うん、例えばファンタで言うとドライブミークレジーって曲があるんですけど、うん、アランさんが作ってくださった曲なんですよ。そうだわ。そうなんです、アランさんがトラック作ってやってて、はい、やっぱ先輩がいっぱいいらっしゃるので、そこにこう負けじと そして習いながらやりたいなっていうのはありますね。刺激的な先輩だなそれ、ね。まあツアーもね、はい、もうもちろん大変ですけれども、うんうん、まあでも充実のツアーだと思いますけど、はい、このファンタスティックスライブツアー2022ファンファンステップ、はい、今まさにこのツアーのもう待ってただなこのタイミングで今で、ね、お送りしてるんですけど、はい、次のライブが関西が11月30日、はい、そして12月1日が大阪オリックス劇場ということになってます、はい、嬉しいですね、地元でできるのも。そうですね、はい、ぜひ来てください、はい、そしてここで一つお知らせなんですけども、次の大阪公演から会場のお客さんにマスクケースを配布することが決定しました。ありがとうございます。ぜひ皆さんもねゲットしてほしいですよね。そうですよね、めちゃくちゃ可愛いんですよ、デザインも爽やかで。いいね。あとこの僕もちょっと自分の手書きのメッセージをいらさせてもらいましたね。あ、本当だ、これそうなんですか。そうなんです、僕書いたんですよ。あ、これいいじゃない。お邪魔しました、マスクケースに。
お邪魔しました。なるほど。これはでもぜひね、皆さんと一緒に僕も使いたいなと思いますね。はい、うん、こちらを皆さん、だからコンサート大阪公演から会場のお客さん、はい、皆さんにお配りするということになっております。特別なやつでございます。ぜひ使ってください。まあ、はい、おそらくライブでも披露されるであろう新曲がですね、はい、これはサウンドプロデュースに亀田誠治さん、そうなんですよ、そしてアートディレクションにクリエイティブディレクターの佐藤柏さんを迎えました、はい、ファンファン三部作の第2弾、はい、今月11月16日にリリースしたニュースシングル、はい、チューチュートレイン、カップリングには、うん、ギリギリライドイットアウトが収録されています、はい、これもぜひ聴いてほしいんですよ ね、あのめちゃくちゃロック調というか、はい、ファンとしては新しい曲調の感じが今回カメラさんに作っていただいたんですけど、カメラさんの振り幅がすごすぎるなっていう圧倒されますね本当に。あ、そう、この曲は本当にかっこよくて、はい、だからあのチューチューで歌ってる自分の声色と、うん、このギリギリライドイットアウトの時の声色は全然違うようにしましたね。じゃあその曲を、はい、それではお届けします。ファンタスティックスでギリギリライドイットアウト。Design your fantastic future one step beyond. Supported by Moderna Japan. Fantastics from EXILE TRIBE のボーカル中島聡太と、はい、DJ の大貫拓斗がお送りしてきましたスペシャルプログラム Design your fantastic future one step beyond. Supported by Moderna Japan.、はい、エンディングの時間となったんですけど、はい、ちょっとまあ時間の許す限りね、リスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していこうと思います。メイさんツイッターで来ておりました、はい、今年一歩踏み出したことはずっと悩んでいたんですが、やっと会計士を目指すという決断をして、そのための一歩を今年踏み出しました。すごい。ソータ君がいろんなことに挑戦して努力しているのを見て勇気をもらえたんです。私もこの決断ができたんですよ。司法試験などに次ぐ難しい試験を取得するため勉強漬けの大学生活になりますが、息抜きにファンタのライブは行きますよ。ありがとうございます。そうですね、まあ、でもこうやって頑張ってる人の姿見て私もやろうって思える、うんうん、まあそれのね、まあ本当にモデルになってるっていうことだしね。そうですね、会計士さんすごいですね。すごいよね。あのちょうど僕同級生で公認会計士になった方がいて。ああ、そうですか。もう男の子で友達だったんですけど、もうあの受かった時にわざわざ連絡来て、あの実はソータが頑張ってるから頑張れたんだよねっていうのをメッセージ来たんですよ。だから僕が多分高校生の時からその夢に向かってガッツやってて、うん、その子はその時まだ会計士になると思ってなくて大学から始めたんですけども、うん、だからそれは刺激をもらったんだよねっていうのを聞いて嬉しかったですし、やばいもっと頑張らないとなっていう、なんかお互いの刺激し合う感じがありましたね、同級生でも。ソータ君がやっぱりモチベーション上がったっていうかスイッチ入ったのは、あの京セラのエグザイルのライブでしょ。そうですね、はい、それでアツシさん見てって感じだった。アツシさん見て、エグザイルさん見て、なんでこんな力があるんだろうとか、なんでこんなパワー届くんだろうって思って、あの日からそれこそアーティストになりたいとかじゃなくても、他のことでもいろんなこと頑張ろうと思えたので、なんかそういう人になりたいなっていうのが一番にありましたね。だからやっぱりそういうあの人がいるから俺もやるっていう、うん、まあアツシさんの方がまさにそこなんだよ。そうですね。でまさかその何年後かに淳さんと同じドームで立って歌うっていう状況になると思ってなかったので、うん、本当に思えば叶うんだなと思いますし、そうだよね、どんどん近づいていくんじゃないかなと思います、ね。まあ、それ叶えてるんだろうな、本当に。そしてカノンさんもツイッターからいただきました、はい、今年の春ソータ君に憧れて EXPG スタジオ大阪に通い始めました。おダンス経験はなかったのですが、毎日ダンスをしているうちに楽しく上達していき、今月 EXPG 主催の、ザ・ステージ2022に初出演することができました。すごい。これからも大好きなソータ君につないでもらって夢に向かっていきますということで。へえ、すごいね。じゃあ大阪校っていうと僕も行ってたので。そうだね、後輩というか同じチームですね。ですよね。カノさんの多分お子さんだと思いますけど、これララさんって9歳の子が今まさにこれ出たってことでしょ、 EXPG のね。ってことですよね。そういうことだよね、はい、すごい。これあの EXPG 主催 の、まあ、ステージがあるんだよね、はい、そういうイベントみたいなのがあって、うん、そこでなんかオーディションもあるんですよ、その EXPG の中で。この楽曲で出たい人、うん、でその振りを覚えてきて見てもらって目に行った人が出れるんですけど、だからそれを多分勝ち取ったっていうことですよね。あ、そういうことですよね。でもダンス経験なく PG に入って、 PG って結構昔からダンスしてる子が入ったりもするんですよ。でその中で
本当にやったことない人が行くって結構難しいことで、それでもここまで来るってことは多分家でめちゃくちゃ練習したんだろうなって思いますね。すごいね。ソータ君はでもあれでしょ、まあ、周りはファンタスティックスはみんなダンスはもちろんずっとやってきた人たちだし、はい、その中で、うん、ダンスやってなかったでしょ。やってなかったですね。だからまあ本当にゼロからよく入っていきましたねそうなんですよ、うん、踊ったことない時も一番上のクラスとかにも入れさせてもらって、もうとことん揉まれて周りはみんなできるのにできないっていうので家でひたすらやって。家でやったんだ。はい。でちょっと本当の学校の方に嘘ついててダンスやってるんだよねって言ってたんですよ僕。ああ言ってたんだ、はい、でだから見せてよっていう時にできるようにダンスを家で やってたみたいな、ちょっともう自分に言い聞かせたとこもあったかもしれないですね。すごいね。だから自分でどんどん上に行きたい力が強すぎてああなりましたけど。いや今日でもそうだこの話聞いて思ったけど、はい、ちょっと空いてる時間あったら音楽練習したり曲作ったり、はい、ずっとなんか研究してるね。ほな、そうですね、ずっと研究してるかずっと突っ込んでるかのどっちかなんですか本当にもう二択すぎて二択すぎてそうなんやね。そうなんですよね。すごいね。なんか毎回なんか未来に向けて、はい、ワンアクションを常に考えてやってるっていうのはすごいね。そうだと。いやいやいや、でもこう今皆さんからのメッセージもらって自分もやっぱもっと頑張ろうかなって思いますね。そうやね、うん、いや今日はねいろんな未来に向けてのメッセージをいただきましたが、はい、まあ、いかがでしたでしょう。いやそうですね、うん、自分が今までこうライブとかで言わせていただいてた MC とかでのこう一緒に頑張っていきましょうとか、うん、一緒に歩んでいってくださいっていう言葉が今回のメッセージでもその言葉に助けられたとか、うん、ライブで頑張ってるのを見て頑張れましたっていうのをいただけると本当にやっぱ嬉しくて、ステージから見てても表情とかでも伝わるは伝わるんですけども、やっぱお声でいただくっていうことは嬉しいなと思いましたし、うん、今後もやっぱどんどん続けていきたいなと思いますね。そして音楽を通じてですね人々に希望を届けるプロジェクト、モデルナーミーツミュージックのアンバサダーとしては、うん、未来に希望の明かりを灯す楽曲を制作中でございます。あ、そうだよね。そうなんですよ。これ言いたいですね。言いたいよね。これこれ本当に作ってます。ほんまに。はい、ほんまに。どこら辺まで行ってるんですか。もう結構もう出来上がってですね、めちゃくちゃいい曲になってますね。 あそうですか。はい、ぜひ楽しみにしてほしいですね。なんかこの曲で勇気づけられるというか、うん、なんか自分たちもパワーもらうみたいな曲に仕上がってるんじゃないかなと思いますね、うん、あそうですか、うん、ご自身ソタ君歌ってても力をもらえる曲、はい、がっつり明るい曲ですね。あ、うん、そうなんですって。ぜひですよ皆さん、はい、来年2023年にはですね完全版の楽曲オンエアも予定しているので楽しみにしていてください。いやそれにしてもやっぱりこの番組に本当ふさわしい生き様っていうのが、はい、もうまさに本当ですか。中島颯太ってちょっと緊張しましたよやっぱり。すごいな。いや僕でもなんかあこうやって生きたら面白いかもと思ったもんな今。へえ、本当に本当ですか。うん、嬉しいです。楽しむっていうのは大事だね本当ね。そうですね、常に常にね、なんか一歩踏み出していくっていうことだと思いますね、はい、ということで Design Your Fantastic Future、 この時間のお相手は私 DJ の小野木拓人とファンタスティックスのボーカル中島颯太でした。ではバイバイ。バイバイ。ありがとうございました。